アーセナル3、前人未到の CL ベスト16でのファーストレグ7連敗。さすがに弱すぎて草。マジか、ジンクス。笑えないです。この感じ久しぶりだなぁと実感してる。ホームアウェイの試合ってファーストレグ取った方が圧倒的に有利だからアーセナル厳しいかも。監督変わっても選手変わっても内弁慶気質なの不思議。ポルトガル勢に苦戦しがち。モナコに負けた時を思い出す。ポルトガルではゴラッソ叩き込まれなきゃいけない縛りプレイでもしてるのか。アーセナルこそディオゴコスタ取ればいいのにね。どうせ次エミレーツやしアーセナル突破するやろ。